やばい。めっちゃ緊張。しかも今日に限ってなんかすごい初めてのことが多すぎる。はあ、話してない。だって緊張するもん。めっちゃあっちにおるね。あっちない。とりあえず昼公演のことを考えましょう。なんで緊張分かってたら大丈夫なの？私は緊張しすぎたらやばいんで、髪型決めたけど何やったっけ。何やったっけ髪型。あ、思い出した。何分から始めたっけ。47。まだ3分しか経ってないやん。おばあちゃんで背中パンって叩いてもろたら無理。絶対無理。言いたそうやな。あんたさ、食べたら。おばあちゃんの時はアンジェさんはどこにいるの？あ、に。い、私の後ろ、ちょうど後ろにいる。え、そんなん言わんといて余計緊張するやん。なんでそんなこと言うの。そんな後ろにおるって思ったら緊張して立たれへんくなるやん。なんてこと言ってくれるの。後ろにいることが分かってしまったじゃない。もう私は公演中はアンジュさんの存在を忘れて公演するから、もうあかんで。じゃないと絶対めっちゃ失敗する。もう私はいないものとして公演するからね。ちょうど後ろにおるっていうのがなんかな、そういうな感じするけどな。絶対嫌や。だっておばあちゃんの音に負けるもん。声が叩いてくださいって言う、叩いてくださいって言いたくない。なんか朝から何回深呼吸したか。はあ、ペンギンの気持ちが分かるわ。私の場合は深呼吸であってため息ではないけど、ペンギンはため息も呼吸の一つやから、ため息つくなって言われたら息できひんくなるって言ってた。かわいい。一緒にウルトラセブン今日どっちにしようかな。2パターンあるの。これとこのなんかこうなるやつ、どっちにしよう。賭けやねんな。ライブの時も賭けててんな。よし、決めた。決めたけど分からんでどうなるか。あー、
TikTok でかりんさんがペンギン20期生オーディション、何それ。アンジュさんはペンギンと思えば、いやペンギンが劇場来てる時点でもう緊張なんやけど、こっちみんなって言いそうになるわ。アンジュさんにこっちみんなとか言ったらやばいや、それはあかん。あー怖い、もうこの怖さが足に出てる、足がずっと動いてる。最近緊張でなんかすごい足がよく動くようになった。あのいい意味で上がるとか開くとかそういうことじゃなくて、多動になった。足が緊張、いや多分な、緊張してる時の黒島めっちゃおもろいね。だからあの思ったことメモしていってる。多分な、アンジュさん見て可愛いってなって緊張してる黒島おもろいねんな。でも終わってからもそうなると思うから、なんかピント合ってなくない？通り過ぎたで、今昨日わからん、寝てないかも。今日ご飯食べれへん気する。あー、そんなん一人に決まってるやん。ここでだいたいこう来て見るのやめたら、あの人以外やから、あの人の場合こっちまで見るから、ここまでしか見えへんかったら、あ、違うかったよなって、こう見たら、あ、そうやったよなってなる。今日もワッサーしてましたわ、いつも以上にワッサーしてましたわ。かわいい、あ、サクちゃんだこれは例外、話しかけられたから。いやでも8期でも目合うな、メンバーやったら目で合うかも。の中でも嬉しそうにこっち見たら、アンジュさんなんか知ってたわよ。じゃなんか真ん中の方でやってたから急にハサミに行くなんかさ、なんかさ、待てよと、あ、そう、アンジュさんのことさ、アンジュさんっていうのが恥ずかしいからさ、あの人あの人って呼んで、あ、ピントあったわ、あの人あの人って言ってたらさ、なんかめっちゃな、ボルデモートみたいになるボルデモートって言ったらあかんのと同じ感じで、アンジュさんって言ったらあかんみたいになってる。めっちゃおもろい、あの方で。はあ、真鍋さんで嫌 やそっちの方が嫌やで、みんなと違う呼び方するってことやろ。嫌 や名前を呼んではいけない、ほんまに。今日ハーフアップしてたんけど、また今日はアンジュさんと同じゴムで並べて、
ギリ見えない。ちょうど見えない。アンジュさんと同じゴム。ちゃんと返した。ここにあったのに。で、同じゴムでくくってきたのに、あれリハしてたら、あ、声がやばい。見て、声がやばい。うん、今日なんか声やばいねんけど。緊張。ほんまに声出へんわ。どうしよう、今日に限って。なんで今日に限ってこんなに不調なんだ。黒島は緊張しすぎて不調になってるのかな。アンジュさんと同じゴム持ってきたけど、リハでしてたら緩んで、どうしよう、このままゴムが飛んでいて誰かがそれを踏んでこけたらどうしようとか思い出して、ね、怖かったから途中で撮った。途中っていうか曲一曲終わってから撮った。いや怖かった。誰かがこれを踏んでこけたらどうしようってなって、しかもそれ拾われへんってなって、緊張。いや、これは想像力とかの問題ではなくてですね、とても危ないんですよね。前のさ、公園のさ、B2 の、旧 B2 の方のさ、フーアさんがまだ公園出てる時にさ、ハート型ウイルスでさ、落ちたイヤリングポンって蹴飛ばしてな、うまいことどけたやつがあんねんけど、あれほんまにすごいっていうのをできたらいいけど、黒島はできひんから危ないんですよ。本当に危ないんですよ。だから、しかもそれが衣装とかやったらまだマシやけど、まあ全然良くないけどな。けど私物のゴムとかもう絶対あかんやんと思ってからビビってたんですよ。で、あと2分くらいで15分じゃん。ちょっとランキング読もう。え、なんか怖っ。録画面みたいなやつ、アイコン。13位泣きがらさん、ありがとうございます。12位遅刻さん、ありがとうございます。11位太郎さん、ありがとうございます。10位ノートさん、ありがとうございます。9位アイギハルキさん、ありがとうございます。8位まさきさん、ありがとうございます。7位アルシーさん、ありがとうございます。6位マキコさん、ありがとうございます。5位オレオーズさん、ありがとうございます。4位マチカネコキタルさん、ありがとうございます。あれ、3位ペイペンさん、ありがとうございます。2位ジョンさん、ありがとうございます。1位サトくんさん、ありがとうございます。どうしよう、これでさ、緊張しすぎて膀胱破裂しそうになったらどうしよう。私はね、緊張したらね、想像力が豊かな面がねマイナスに出るんだよね。考えすぎるタイプなんだよ。だからよくね、あれ、頭で考えすぎやから心で感じろって言われるけど、心で感じるってなんやね、心で感じるってなんやね、どこで感じ取れ言うねん。五感の中に入ってへんがな。考える場所は脳や言うに、どこで感じろ言うねん。よしよし、15分経過しました。よし、行ってきます。さよならさよなら。緊張する。いや大丈夫。